4箱目いきます。はい、はい、出ました。では4箱目見ていきましょう。ちょっと今プレデタープランツを作りたい友達が全然出てないらしいので、行くぜ、おら来たヒドラよっしゃこいつでしょ、強いの、あ強いわ、え相手モンスターリリースすんの、うわ強めちゃくちゃ強いやんけ。フライヘル、おーライディーンなんていたのか、召喚獣ライディーンなんていたんだやべえ、ちょっと待って予想外すぎる、イケメンだな。そして、風属性とアレイスターが融合したやつです。浦島にできると相手団にも使える、うわ月の初星人じゃん、すいません、ここから、あー魔法だこれは、果たしておっプレデタープランターこれかっこよい、イラストなんかかっこよくね今回。でもコントローラースタンバイに800くらいよ。でも自分メインに手札墓地からレベル4以下のプレデタープランツ一体特殊召喚、強い、もうほぼ効果なくなるからほぼ融合素材、強くね、あやばい融合が見える、嫌な予感。でも今回宿全部融合だからさ、やめろやめろ、ファンに言われだけは、おお、グリーディーベノムかっこいいですね。はい、これ次の、キンジープレデタープランツサンデーキンジーです。なんかさあ来い、はいはい、以上になります。はい、4箱目のあたりです。超融合サンテウキンジ、こいつ強いです、プレデタープランツで、でスターブじゃない、グリーディーベノムフュージョンドラゴン、プレデタープランタ、ライディーン、ヒドラ、すげえめっちゃプレデタープランツだこれ。あーまだわかんねえな、これ最後に集計するんで、じゃあ次5箱目いきます。はい、では5箱目見ていきましょう。まだ読めないよ、どれが多いかっていうのが。いきます。ドッグ、デストイチャーシープ、ヘルジャークラフト、マッチマシン、キャプト、アリエスター先生じゃないですか。いやー、オッケーオッケー、ありあり、アリエスター次行きましょう。メガラボ、おー先生じゃないですか、やばいやばい、本当に読めないまだ、やべえタイガーええー、俺これデストーイちょっと有効説があるよ。あ、ここから、あ、おお、ヒドラワンチャン渡せるよこれ。一番嬉しいのは召喚獣が多くてヒドラが2枚渡ることでしょ。そうそうそういいよ、んおいおいおいマジかー、そういう感じか今回。大宿枠。グリディーベノムでした。やば。もうないよね。スーがもう一枚。いや、もうない気がします。おお、ライディーン、オッケー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 。ありありあり、オッケーです。ライディーン出ました。はい、というわけで5箱目でございます。ライディーン、グリディーベノム。あと、ヒドラ、デトイシザータイガー、タコ、アレイスターです。まあ、悪くはないと思います。では、ラスト1箱行きましょう。おーし、出ました。ではラスト1箱見ていきましょう。いくぞー。で、大事なのは宿でいかにエルシンを引き寄せるかです。メルカバー、オッケーオッケーオッケー。今回ちょっと遅いね、スタートが。うわー、ヒドラ3枚目です。無事確保できました。多分友達にあげることになるでしょう。わかんない、でもプレデタープランツが少なかったのに。融合だからね。オッケーです。エリシオン2枚目です。オッケー、よく粘ってくれた。これ多分召喚獣になりそうじゃない。召喚獣でいけそうだけど、もう1枚数枠があるから、それがプレデタープラントだったら嬉しいでしょ。任せろ、当ててやんよ、俺がプレデタープラント。行くぜ、おら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 お
よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、オッケーオッケー、え、いいんじゃないこれ。でも三手禁止いないから結局俺は多分作れないんだ。はい、というわけで6箱目です。無事エルシオン確保して、ライディーン出て、ヒドラ、メルカバー、プレデタープランター、デストイシザータイガーでございました。はい、でこれから集計するんですけど、ベタカードが多いんだったら多分召喚獣が一番レア枠が多いので、作れそうなテーマを作ることにします。じゃあちょっと集計します。はい、というわけでレア枠こんな感じでございます。こっちから、こっちからこっちが召喚獣で、ここがファニマルで、ここがプレデタープランツで、こっちが超融合です。どう見えますかこれは。ファニマルもありな気がしてきたな。いやー難しいな、トイレ行きたいな。禁忌が1の時点でもう多分お察しだから、プレデタープランツはないとして、ファニマルか召喚獣ですね。ここは自分ですね、召喚獣。でもさ、ファニマル強くね。迷う、召喚獣、召喚獣。はい、というわけでフュージョンエフォーサーズ開けたんですけども、うん、ファーニマルもありかなと思ったんで、ファーニマル強いんだね。オクト強いんですよ、オクト。迷うなぁ。まあでもひとまず召喚獣作ろう。ファーニマル特に誰かにあげる予定もないので、今はひとまず召喚獣を作ることにしました。プレデタープランツのサンデュー禁獣も1枚とかだったんで、なかなか多分プレデタープランツ作るのは難しそうでした。以上、よし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 。